おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2950です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、今回の次ですね、2951回、これのですね、動画の公開日が私の誕生日ということで、まあそれに関するようなっていうかね、記念するようなイメージで、これをちょっとね、作っていきたいと思います。それがこちら、じゃんと。はい、こちらですね、フレームアームズのフレームアーティスト初音ミク、これをね、作っていきたいと思います。一応このスタイルなので、パッと見ですね、フレームアームズガールのように見えるんですけど、一応項目としてはね、フレームアームズ×初音ミクとなっておりますので、区分としてはフレームアームズみたいですね。で、上のところにね、シャープ59になってますんで、一応フレームアームズからの続きみたいですね。一応こんな感じになってるみたいです。パッケージはこんな感じで、これですね、ちらっと横を見ますとね、こんな感じになってますね。一応アウトラインとかね、こんな感じになっておりますが、フレームアームズと初音ミクのコラボレーションですね。フレームアームズガールと初音ミクのコラボレーションではないですよと。で、一応こんな感じになっておりまして、ツインテはね、可動とバーニア展開が可能とかなっておりますよと。で、ここヘッドパーツですね、こちらのフレームアーティストの方の前髪パーツね、これのバージョンもできるし、別なバージョンの前髪パーツもあります。表情パーツがね、フェイス肩部分ですね、これが肌色のやつもありますよってね。一応こんな感じでしたと。で、横がこうなっててね、反対側がこうですよと。はい、マルチカラーキットなので、組み立てるだけで臨場感ある仕上げにできますよと。一応こちらがね、すぐみというね、中身になっておりますと、なってますんで、早速ですね、こちらね、開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつものパターンですね、箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますので、説明書とかが上にありますよと。で、まずですね、こちらね、上にデカールがありまして、これ瞳デカールですね。フレームアーティスト初音ミクとなっておりますので、こちらですね、今までのやつとはちょっと違うね、デカールがありましたと。で、説明書はね、後で見ていきたいと思いますんで、先にパーツをチェックしていきたいと思います。まず一番上、これですね。こちら膝関節とかももパーツがですね、まあこれなんとなくね、いつものフレームアームズガールとね、同じような感じのパーツかなと思っておりますと。で、手首パーツは切り離し式ですけど、これもね、なんかどっかで見たことがありますね。ゴーライとかね、そちらと同じような感じの手首パーツかなと。で、ここにフェイスパーツですね、塗装済みのやつがあります。これ関節関係ですね。こちら2つあって、白と肌色ですね。で、いつものベースがありましたと。で、ここのところにですね、ちょっとカクカクっとなってますけど、これですね、太もものパーツだったり二の腕とかね、一応なんかバーニアノズルみたいなのがありますんでね、この部分がちょっと特殊な感じかなと。で、ここのところがもも周りとかね、なんかこんな感じのパーツがありますが、これはね、フレームミュージックガールかな、多分それと同じようなパーツですね。はい、で、こちらグレーのパーツがありますが、これ胸パーツとかね、腹部パーツとかが入ってきておりますが、これもなんかなんとなく見たことがあるかなと。で、これ腰パーツがありまして、フェイスパーツとなっております。ここは完全新規ですね、今回のやつのものとなってます。これがツインテパーツですね。これもちょっと特殊な感じ、今までと違うメカメカしさがしっかりと出てるやつですね。はい、で、こちらが多分2色ですね、肌色と白がありますが、これ自体はフレームアームズガールのね、例えばゴーライとかね、そちらとかと同じようなやつの白版と肌色版となってますねと。はい、で、こちらが脚部パーツはね、一応こちらの黒っぽいやつ、スカートパーツもありますね。で、これタグがあればいいんですけど、多分ね、ランナータグがなさそうなんで分かりませんが、これはですね、多分新規ですね。で、裏側のこちらスタンドとかがありますが、まあこれはね、以前のフレームミュージックガールと同じかなと思います。で、こちら残りの髪の毛パーツですね、後頭部だったりとか。で、これが前髪パーツ、こっちも前髪パーツで、これをつけることによって従来のね、初音ミクっぽさが出ると。で、こっちは逆にメカっぽさが出るっていうね、こんな感じのパーツがありましたと。はい、まあパーツとしてはこんな感じなんでね、まあいつものフレームアームズガールと同じような感覚で、まあ作ることができるんじゃないかなと思います。で、説明書がドンとありまして、こちらフレームアームズ、フレームアーティスト初音ミクとなっております。はい、まあ説明書の感じがね、まさにフレームアームズという感じですね。で、ペラリとめくりましてね、まずこちらのところが切り離し方法注文書ですね。で、こちら B っていう欄なんですね。これほとんど使わんっていうね、 1,2,3,4,5 パーツだけ使いますよと。で、それ以外の表情パーツだったらね、この辺のパーツに関しましては全部使う感じですね。で、次のページと、ここ次はですね、こちら G ですね。 G のランナーもほとんどね、まあほとんどといっても半分ぐらい使わない感じですね。で、それ以外のパーツがこうですよとかなってます。で、まず組み立てに関しましては頭部から作ると。で、まずツインテから作りますよと。
で、ツインテに関しましてはね、かける2、かける2ってなってますんで、まあ左右でね、ほとんど共通のものを作っていくような感じなのかなと。で、これができましたら、多分後頭部かな。その辺とかね、フェイスパーツとかを作っていって組み合わせてあげると、とりあえずこれでね、まず、メカバージョンというかね、ができますよと。で、それ以外の前髪パーツに関しましては、こちらね、後半に乗ってくるような感じかなと。で、根元にね、ジョイントをつけてあげると、これでトーパーツが完成と。で、次、ボディーパーツですね。ボディーパーツの構成はなんかね、見たことがあるような感じで作っていくような感じかな。ちゃちゃちゃっと作って、腹部とかを作っていきますが、多分こっから下はね、完全に今回のね、新規物っていうね、そんな感じかなと思っております。スカートパーツも作りますよと。で、これができましたら、ここに中間にね、こういうのが挟まってきますが、まあ一応こんな感じで、ね、上のツインテール型スピーカー&スラスターってなってますのでね、こういう部分が展開ギミックがあったりとかね、チェストスピーカーとか、これね、前見たことがありますね。で、こんな感じのハンドスラスターとかね、こういうのがありますよと。マイクもありましたと。で、次に足ですね。まあ腕か。腕はいつものフレームアームズガールとかと同じような感じですけど、前腕部分がちょっと特殊なんでね、この部分がちょっと作り方が変わるかなと思います。足は多分ね、一緒なんで問題ないと思いますけどね。まあ、ダーッと作っていきましょう。で、あと腰ですね。腰のユニットパーツ。これは以前ね、作ったことがあるやつの、まあ、おさらい的な感じで作っていって、組み合わせるとこの感じ。展開ギミックも載っておりますよと。で、こちらですね。前髪。形状変更ができますんで、これに作ることができるとか、フェイスパーツもつけることができます。あとは展開状態のパーツがね、こういうものがあったりとかしますよと。で、これを見る限り、ここもね、そうなんですけど、これですね。今までと同じような感じで、フレームアームズガールの頭部パーツをこっちに移植することができるとか、こっちのヘッドパーツを逆にね、移植するとかね、総裁少女庭園と組み合わせることができるとか、そういうギミックは特になさそうですね。なので、これはこれで完結っていうね、そんな感じみたいですよと。はい。で、デカールのね、貼り方とかね、こういうのも乗ってきてるっていう中身になっておりましたということで、とりあえず今回ね、組み立てを全部やっていきたいと思います。そして次回ギミック編というふうにやっていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方ね、ざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。とりあえずここがですね、頭部パーツ。で、真ん中にボディーパーツがあって、腕と足。あとはこうですね、拡張パーツとかね、そちらのパーツがチラッと置いてありますよと。で、台座とかね、マイクスタンド、マイク関係。あと、こちらのパーツですね。これに関しましては、以前紹介しました、フレームミュージックガールですね。そちらと同じだったので、まあ、省略してありますよということで、早速ですね、作っていきたいと思います。まずはですね、ツインテパーツから作っていきますが、ちょっと特殊ですけどね。こちらのパネルパーツ。こちらのパーツの裏側ですね。ここのところに、こちらですね、バーニアパーツをつけると。ここがかなり特殊ですね。とりあえずこちらのパーツをね、これズボッと刺しますよと。で、こいつ、形状が決まってるみたいですね。適当なやつを入れると入らないっぽいので、正しいやつを選んで入れてあげると。で、同じ感じでね、もう一枚のパネルのところに、先ほど間違ったやつですね。これを入れてあげると。こんな感じで作ってあげましたと。で、これができましたらね、一旦これ避けておいて、次のパーツを作ると。それがこちらね。こちらのパーツに、同じような感じなんですけどね。こちらのバーニアノズルをこっちに突っ込んであげまして、これをここに入れるっていうね。こんな感じで作ってあげますよと。で、これができたらまた避けておきまして、次に中心部分となるこいつですね。これを用意しまして、これの上のここの部分に対して、こちらね、とんがりパーツを入れますよと。で、これ、ギュッとね、入れるのはいいんですけどね、力のかけ方によってね、白化する可能性がありますので、十分気をつけましょう。で、下のここのところに、こちらのパーツですね。この C フックパーツをここに入れてあげると。で、こちらのパーツですね。最終的にこれが入るポイントになりますけど、ちょっとね、スポスポだった場合は接着しておいた方がいいと思います。で、あと中心。ここの部分に対してこちらのパーツを入れるよと。これもですね、こんな感じでね、サクッと入れるだけではありますが、ここの下ですね。ここの部分の方がちょっとくぼんでますんでね、このくぼみが下になるように用意してあげて、ズボッと差し込んでね、こんな感じのパーツを作りますよと。で、これができましたら、このパーツをここにね、プチッと入れて倒すと。で、あと、ここと、このね、軸の部分に対して、最初に組んだこちらのパネルパーツをここに入れると。一応ね、形状が決まっておりますんでね、それを把握しながら差し込んで組み合わせていきましょう。これがですね、入りましたら、これでね、ツインテパーツの一つができましたと。これと同じ構造でね、あとでもう一個作りますよと。で、先に頭部パーツベースを作っていきます。まずはフェイスパーツとしてね、こいつですね、この白いパーツのところに対して、これ、目ですね。これを裏側からね、前面側に向かって差し込んであげると。
って、このパーツですね、ポロッと取れるようだったら、ここもね、接着した方がいいと思いますが、こんな感じのパーツを作ると。で、これができましたら、避けておいて、中心部分として、こいつですね。このパーツを用意してあげて、向きとしてはこういう感じですね。四角い穴がね、上に向くように用意してあげまして、ここの部分に対して、このパーツですね。こちらのパーツを2つ重ね合わせたものを用意して、空洞がね、前面になるように用意してあげると。で、先ほど言ったね、穴の部分に対して、ズボッとね、差し込んであげると。まあ、こんな感じで組み合わせてあげますよと。はい。こんな感じでね、刺しましたよと。で、これがですね、入りましたら、今度こちら下ですね。ここの部分に対して、この白いパーツ、これをここに入れると。ここですね。こちらにズボッと差し込んであげると。で、さらに下のところにこちらですね。このパーツを、白いパーツの後ろの部分ね、くぼみがありますんで、そこに差し込みます。重ねるとこんな感じで出来上がりましたと。で、これができたら横のパーツとしてね、こいつを入れて固定してあげると。なので、中に入れるパーツですね。これが全てセッティングできていないと組み合わせることができませんのでね、ちゃんと順番確認しながらズボッとね、作ってあげましょうよと。はい。こんな感じでね、このパーツできたと。これができたら今度側面のところにこちらね、黒いパーツですね。こちらのパーツを溝の部分に合わせて差し込んであげると。で、この時ね、今適当に入れてね、入っちゃったんですけど、多分これね、逆だと思いますね。これが、こちらですね。こういう向きで入れてあげると。これはね、今みたいな感じで逆ではね、入らない構造だった方がありがたいなと思いましたけどね。とりあえず、こんな感じでね、ズボッと入れてあげて、横にこいつをね、セッティングするよと。これができたらちょっと避けておいて、前髪パーツを作ると。とりあえず最初ね、こちらね、メカ版ですね。これから作っていきたいと思いますが、このパーツの横のところにね、こちらのパーツをズボッと入れてあげると。組み付け位置はこんな感じ。反対もね、同じような感じで組み付けてあげますよと。これが入りましたら、ここにですね、こいつ、組んだフェイスパーツを、こちらの頭部パーツの中のところに差し込んであげる。で、これが入りましたら、前髪パーツをね、ズボッと入れてあげれば、これでね、こちらのね、頭部パーツ、ここまでできましたと。で、この時にフェイスパーツをこっちにすることもできますし、もう一つの髪の毛パーツをつけることもできるという感じになってますが、それは後にしましょう。とりあえずこんな感じでね、できましたら、作っておいたツインテをね、接続するためのね、こちらの軸パーツですね。これと、これをね、組み合わせたものを用意してあげますよと。で、こちらの軸の短い方。こっちの短いやつが、こっちのね、ツインテの方になりますよと。で、長いところに対して、こちらね、四角いパネル。これをですね、ここにズボッと差し込んであげて、横の穴のところに対して、こいつを差し込みます。で、その時にこちらの四角いパネルですね。これが、ここのくぼみ。こちらね、穴の周りのくぼみのところにガチッとはまるみたいなんでね、それを合わせて入れてあげると。そうすると、このような感じでね、取り付けることができましたと。これと同じ構造ですね。ツインテ、ジョイント、四角いパネル。これですね、同じような感じで作った反対側をね、用意してあげまして、もう一つのポイントのところにね、ズボッと差し込んで組み付けてあげるよと。これがですね、入りましたら、これでですね、頭部パーツが完成と。ここのパネルですね。これ自体は先にここにね、しっかりと入れてしまって、この状態でジョイントを刺すようにした方が楽ですね。はい。一応こんな感じでできましたと。これでまず頭部パーツですね。これができたというふうになりますので、次にですね、ボディーパーツを作っていきますよと。ボディーパーツに関しましては、まずこいつですね。こちらの側面がですね、こちらの中のところに腕を取り付けるためのね、アタッチメント部分というかね、これを中に入れてあげると。もう一つも同じような感じでね、用意してあげて、先にここの部分を用意しておきますよと。で、これができたら次のパーツとして首回りですね。首回りに関しましてはこのグレーですね。こちらのグレーパーツの上のね、こちらの穴のところに対して、このね、くの字に曲がってるやつ。これをここにパチッと入れると。で、上のところに対して首元のね、パーツとしてこいつをここに入れると。で、上の軸のところに、こうですね。こちらのところに対してこいつを入れると。で、今までのフレームアームズガールとか女神デバイスですね。あちらだと、これ以外に他のキャラクターですね。女神デバイスとかフレームアームズガールシリーズのやつを組み付けることができる交換用のパーツっていうのがね、ついてきてますけど、今回のこいつに関しましてはありませんので、もうこれで決まりという感じとなってますよと。とりあえずこれができましたら、
こいつを中心にね、先ほど作っておいたこちらのパーツで、まあ、挟み込むような感じでね、固定してあげますよと。で、この時に細い軸とかがね、ありますんで、そこの部分で十分気をつけながら奥までしっかりと入れてあげると。こういう風に入れましたら、もう一つですね、反対側からこいつを使って固定してあげましょうよという感じでギュギュッとね、しっかりと入れてあげると。で、これができましたら横ですね。ここに黒いね、こちらの縁パーツですね。これを入れてあげると。これ自体はまあ形状決まってますんでね、それも把握しながらズボッと差し込んであげる。もう一つもね、同じような感じで差し込んであげるという感じですね。まあこの部分ちょっと弱い気がするんでね、気になる方は接着しておいた方がいいと思いますが、こんな感じ。で、次に胸部パーツ。胸部パーツ自体はただね、ここにズボッと差し込むだけなので、とりあえず問題はないと思いますが、こんな感じで入れますよと。で、これができたらくるっとね、回した後ろ。ここの部分に対して、こちらのパネルですね。このパネルをここにズボッと入れて、中心部分にこちらのパーツを入れるという感じになっております。で、ここの背中のパーツですね。ここ。支柱をね、組み付けたりとかね、できますんでね。もしここにつけて、ポッと取った時にね、この中心部分ポロリとね、取れるようだったら、こうね、接着してしまっていいんでね、接着した方がいいと思いますけど、こんな感じで作ってあげると、これで胸部周りができましたと。で、これができたら次に腹部とかね、下半身関係を作っていくと。まずは腰周りとしてね、こちらのパーツ。これを用意してあげまして、こちらがね、股関節部分になりますが、これとこれをね、重ね合わせたものを入れると。で、その時に、こっちですね、見ていただくとちょっと分かりづらいと思いますが、こっちが平らになってて、こっち側ね、斜めカットになってますよと。で、この斜めカットが前面になりますんで、これお尻側ですね。なので、これをここに入れてあげようってね。こういう風に先にセッティングした方が分かりやすいと思いますんでね。まあ、こんな感じで組み付けてあげましょうと。で、これが入りましたら前面側のね、こちらのパーツで挟み込んであげると。ギュッとね。こんな感じで作ってあげましょう。はい。で、これできましたら、このスカート周りを作りますよと。スカート周りに関しましては、このパーツですね。ちょっとね、説明書の形状だと分かりづらいと思いますが、こちらね、軸が2本生えてるやつを用意してあげまして、ここにセンターパーツですね、こちらのパーツをここに入れると。で、これ自体はグッとね、一番上まで持ち上げておきまして、こちらのパーツの両サイドの軸のところに、このグレーですね。こちらのパーツを入れると。で、ここのグレーのパーツですね。パッと見ね、この辺とね、似てるんでね、説明書だとやっぱり白黒っていうかね、なので分かりづらいですけど、まずこちらね、グレーのパーツをね、ここに入れてあげると。で、先に仕込んでおいたこちらのセンターパーツのところに、このね、緑のパーツを入れると。ギュッとね、しっかりと組み付けてあげましょうと。これができましたら、ちょっと避けておいて、先ほど組んでおいた、こちらですね。こちらのパーツの両サイドのところに、こちらのパーツですね。先ほど言ったね、間違いないようにって言ったパーツ。これをね、用意してあげて組み付けて、下のところに、こいつですね、緑のパーツを入れると。もう一つね、同じような感じで、ここにね、ズボッと入れてあげて、ここに入れてあげて、このパーツを用意するよと。で、これが準備できましたら、これ自体は下に下げる。そして中心部分に今組んでいたね、こちらのパーツをここにズボッと差し込んであげると。で、これができたらググッとね、下げて、沿わせるような感じにしてあげると。で、これができたらくるりとね、回した後ろの、ちょっとわかりづらいですけど、こことここにね、ちっちゃいピンがありますんでね、そこの部分に対して、こちらのパーツをね、ここに入れると。反対もね、同様にズボッと入れてあげまして、こちらのパーツの縁ですね、ここの部分にこいつ、緑のパーツを形状合わせて入れてあげると。もう一つ同じような感じで入れてあげれば、これでスカートパーツをね、前面とサイド部分ができましたよと。で、同じような感じでくるっと回してね、今度は後ろ部分ですね。それに対してこちらのパーツをここに入れる。縁としてこの緑のパーツを入れてあげれば、これでとりあえず腰部分ができましたよと。で、この出来上がった腰部分ですね。このパーツを一旦避けておいて、腹部を作って、それをね、中心に上下のパーツをつけるんではなく、これに対してまず腹部パーツを用意しなきゃいけないと。中心部分として、このパーツをね、ここにズボッと入れてあげると。で、これができたら、この受けとダブルボールですね。これを用意してあげまして、これ組み合わせるよと。出来上がったこいつをサイドとなるね、こちらのパーツの内部に入れてあげて、これを組んでおいた腰部分に入れてあげるってね。
これもポジションちょっとね、分かりづらいと思いますんで、探りながら入れてあげると。ここまでできましたら反対側からね、こちらのパーツを組んで、合わせ目出ないね、しっかりとギュッと入れてあげれば、腹部、そして腰パーツができたと。で、出来上がった上のね、ボール部分に対して組んでおいた胸部パーツを差し込んであげれば、これでね、ボディーパーツここまでできたと。あとはネクタイパーツとしてね、これと、これですね、このパーツを2つ組み合わせたものを用意すると。で、この時ね、パチッと入れるんですけどね、こちらのネクタイパーツ、向きが決まってますんでね、向きを確認しながらパチッと入れてあげまして、これを中心のね、ここに差し込んであげれば、これでボディーパーツ完成ですね。で、これができたら次に腕と足と。で、腕と足に関しましては、大体従来と同じなんでね、この辺はささっと作っていきたいと思いますが、こちらの内部上にですね、こちらのパーツ、上下が決まってますんでね、上下を確認しながら、こいつを中心ね、肩パーツとしてこいつを入れると。で、さらにもう一つのパーツを使って固定して肩周りを作ります。これができたらね、リングパーツ。こちらですね。このリングパーツを用意してあげまして、これをね、軸部分にぶっ刺して付けてあげる。そして二の腕ですね。二の腕パーツをここに入れて、肘関節としてこちらのパーツをここに入れると。で、もう一つのパーツを使って固定してあげるっていうね。そんな感じで組んであげると。で、このパーツがね、できましたら、今度はね、下の部分、前腕を作っていきますけど、前腕がちょっと特殊で、こちらのパーツの上のところですね。ここに対してこちらのパーツをね、ざくりと刺しますよと。で、これが入りましたと。これが入りましたら、手首パーツをセッティングするためのこのね、丸いやつ。これを中に入れるんですけど、中のところに切り鍵みたいなのがあるんでね。それとこいつをね、合わせなきゃいけないんですけど、まあ当然ながら指が入りませんのでね。こいつに対して、まず手首パーツですね。これをセッティングしてあげて、探るように入れてあげて、奥までぶっ刺す。で、手首パーツを抜くと、入ってくれればいいですね、と。これもし抜けるようだったらね、しっかりと接着した方がいいのかなと思いますが、こんな感じ。で、手首パーツに関しましては、ジョイント関係はね、従来と同じなんで作っておきますが、一応これでね、前腕セッティングできましたので、あとはここに対して、組んでおいた肩周りをつけてあげれば、これで腕パーツができたと。で、足パーツを作るんですよと。まあ、これに関しましてはね、先ほどの腕と同じような感じで、ささっと作ることができると。とりあえず、こちらですね。可動部分として、こいつとこいつをね、組み合わせたものを用意するよと。出来上がったこいつですね。こちらのパーツを、後ろ側ですね。ももパーツの後ろ側のところに、ズボッと差し込んで組み付けてあげますよと。で、これができたら、下部分にね、受けパーツとして、こいつを入れて、反対側から閉じましょう。で、側面パネルとして、こいつをね、下から上に向かって入れるっていうね。ここの部分は、だいたいフレームアームズがあるとね、似たような感じかなと。で、ボールパーツ。これをね、ここに入れてあげると。パチッとね、こんな感じで組み付けておきましょう。で、次に下ですね。下部分がちょっと変わってまして、こちらの膝関節。こいつに対して、こちらですね。ジョイントっていうかね、こちらのパーツを説明書の形状を確認しながら、ここにズボッと入れてあげる。で、あと、こいつをね、使って取り付けてあげて、上の部分にももパーツをしてね、こいつを入れると。で、反対側からこいつをつけて固定してあげて、この形と。で、リングパーツをはめ込んで、こいつを組み付けてあげると。ここの部分はなんとなくね、フルズベルクシリーズとね、同じような感じで作ってあげるっていう感じですね。はい。で、あとは下の部分を作ると。下の部分に関しましては、こいつと、こいつをね、重ね合わせたものを用意してあげまして、ここに刺しますよと。で、次に足首と。足首パーツが、まあ、組み立て自体は問題ないですけどね。こちらのジョイントっていうかね、こちらのパーツの向きですね。それがちょっとね、特殊なので、それを把握しながら、こいつに対してね、これを入れてあげて、もう一つのパーツをズボッと差し込んで、まずジョイントを作ると。で、向きがわからなくならないうちにね、こいつを差し込んで組み付けておきましょう。足首パーツっていうかね、それに関しましては、こいつ、これと、これをね、重ね合わせたものを用意してあげまして、底部分として、こいつを入れてあげる。つま先としてね、こいつをパチッと入れて、底パーツを組み付けるってね。まあ大体これいつもと同じ感じで作りますよと。で、出来上がったこいつはここに差し込むことによって、これで脚部パーツができましたと。とりあえずここまでできましたので、作ってないね、左腕と左足、ささっとね、用意してしまいたいと思います。はい、準備できましたと。
これでとりあえず本体のパーツはね、共通部分も含めて全部できましたと。あとはですね、髪の毛形状の前髪、まあこいつですね、これに対して側面パーツとしてこいつを入れると。まあこれはね、組み立て方は先ほどのやつと同じ感じで作ってあげるだけですね。こういう風に入れると。で、あと反対もね、同じような感じで形状を合わせて入れてあげて、この形にすることができるというかね、こういう風に作ります。で、あとは表情パーツもあります。それ以外にちょっと特殊なのが前腕ですね。展開状態の前腕パーツがありまして、中心とするのはこいつですね。このパーツを用意してあげまして、これの上ですね、ここの部分に対してこいつですね、これをズボッと入れると。で、この時向きが決まってますんでね、適当に入れるとはまりませんので、一応ね、向きを確認しながら入れてあげると。で、これができたら、このパーツ、こちらのパーツの中のところにこのね、バーニアみたいなやつをね、形状を確認して、これスポーッと入れてあげると。もう一つも同じような感じでスポッと差し込んであげて、2枚作りますと。で、出来上がったこのパネルパーツ、それがですね、こちらの横に入りますが、先にですね、こちらのね、切り離して終了しておりますこのパーツをここに入れと。差し込む位置は決まってますんでね、それを把握しながら入れてあげて、あとはね、組んでおいたこちらのパーツをね、さらに横にセッティングしてあげると。これができれば展開状態という前腕パーツが出来上がるというね、一応こんな感じで作ってあげると。これもですね、もう一つ作りますよと。で、それ以外にこちらのヘッドパーツがね、このフェイスパーツに合わせたような感じで、太もも、あとは塊ですね、ここの部分の肌色バージョンがまあありますよとなってますんで、こういう風にね、同じ形状で色だけ違うんでね、作り方同じなんで作ってありますが、こちらのパターンでね、組むこともできるという風になってます。あとは太ももね、こちらのパネルパーツがね、こちらと、あとリングパーツ、二の腕のところのリングパーツですね、それのところに 3mm のね、軸を刺すための拡張部分ですね、それも別パーツとしてね、ついてきておりますので、こんな感じで用意しますよと。はい、これで全てね、組み立て完了という形になりますので、最後までですね、パーツ同士を組み合わせて、大地に立たせて終了したいと思います。とりあえずつけるのはね、いつもの形ですね。こちらのジョイント部分に対して、これをパチッと入れると。で、これ自体はね、こんな感じでね、サクッと入れることができますが、もしやりづらいんだったらね、ここ、外れますんでね、もも単体にして入れてあげるのもありだと思います。で、ズボッとね、反対も同じような感じで入れてあげましょう。で、これが入りましたら上にね、グッと押し付けて、しっかりとね、密着させましょう。あとは肩ですね。肩に関しましても同じような感じで、こっちね、プチッと入れるだけ。反対も同じ感じでプチッと入れるだけ。まあ、見ていただくとわかる通り、形状はね、よく見た初音ミクなんですが、メカっぽさとこの白い肌っていうかね、これがかなり新鮮な感じがしますね。はい。で、最後に頭パーツ。これ入れるとね、さらに変わりますね。はい。一応こんな感じで作ってあげると、これでですね、フレームアーティスト初音ミク完成です。今までと違ってね、かなり印象が変わってね、これはこれでね、新しい感じがして面白いですね。それ以外にこちらね、肌色パーツがあったりとかするのもなかなかいいと思いますね。まあ贅沢を言うんであれば手首パーツですね。一応ジョイント部分はね、こちら肌色ついてくるんですけどね、手首パーツ本体、これ自体は特にないので、そこの部分がですね、肌色あってもね、面白かったかなってちょっと思いましたけど、まあなかなかね、同じような感じなんだけど、ちょっと斬新な感じがしてね、これはこれで面白かったと思います。はい、ということで今回ですね、フレームアームズ×初音ミクのね、こちらのフレームアーティスト初音ミク、こちらの組み立て全般やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はこちらのね、可動範囲とかね、展開状態のワンブパーツとかね、こちらの組み付け、あとはね、今回つけてませんけどこちらのパーツね、これを組み付けとかね、台座への取り付け、そしてこちらね、肌色パーツを組み付けたね、またこの今の状態のこの白いやつ、これとはまた違うね、状態にしていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。